ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベイカーズチャンネルの内橋です。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はですね、今日非常に元気です。本日ですね、皆さんに紹介するパンは無塩パンになります。素朴シンプルの極みのパンになりますし、塩分が気になる方にもおすすめのパンです。そして今回のレシピもこねないプラス低温長時間発酵の冷蔵庫でのほったらかし発酵になりますので、非常に簡単なレシピとなっております。まずはこちらの工程の動画をご覧いただいて確認していきたいと思います。ではご覧ください。どうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。非常にね、素朴そしてシンプルなパンだと思います。まずその食材っていうのが小麦粉とインスタントドライイーストとモルトと水、この4つですよ。これ以上素朴なパンって言ったらあと無発酵パンしかないですよね、っていうぐらい本当にシンプルというか、全てをそぎ落とした本当にザ・パンっていう感じですよね。このパンはですね、本当にね、独特の味そして風味があります。ぜひですね、皆様も試していただきたいと思います。ではですね、早速この焼けたパンを見ながら、そして断面を見ながら、そして食べながら解説していきたいと思います。まずですね、焼けたパンがこちらになります。まずこのビジュアルね、はい、最高にかっこいいですよね。このクープね、もう生かすわ本当に。そして今回はこねない、そして低温長時間の製法をとっております。で、粉が北の香りという強力粉を使っておりまして、最後のその工程の部分を見ていただいたらお分かりだとは思うんですけれども、発酵は低温長時間で終わってるんです。ですがグルテンのつながりがこねてないので浅いんですね。ですのでそのグルテンの膜だけ強化して口どけをソフトにしたかったので、発酵を促すわけではなくてグルテンを強化するためにパンチを2回しております。これによってグルテンがつながり、きめ細やかなパンとなります。そしてボリュームも出ます。プラス塩が入ってないので、塩が入ってない生地ってだれるんですよ、締まりがないんです。ですのでどん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 だれていくのをグルテンを強化することによって防ぎます。そしてこの際にポイントなのが発酵させないということです。発酵は低温長時間で先ほどお伝えした通り終わっているので、ここでしっかりまた発酵してしまうと、もともと塩を入れてなくて味がそんなにしっかりしたパンじゃないのに、小麦の旨味とか糖も全部使ってしまってカスカスの全く美味しくないパンになりますので、そこは注意してください。そしてね、この生地の上がり具合を見ていただいたら分かると思うんですけど、これはしっかり生地を締めて成形した成果です。これがないとべちゃんとだれてしまったパンになりますので気をつけてください。この成形が難しい場合はまん丸に丸めてもらってもいいですし、分割して小さくプチパンにしてもらってもいいです。こちらがですね、断面になります。クラストが非常に薄くて、中がですねしっかりグルテンがつながって、そしてもっちりしてますよね。うん。でやっぱりしっかり焼き込んでるから小麦の風味も最高。ではいただきます。うん。うわ、素朴やわやっぱり。うん。でも塩が入ってないけど、しっかり旨味を閉じ込めてるからめちゃくちゃ甘くて美味しい。うん。本当に小麦の甘みっていうのを味わえますよね、こういうのって。美味しい。そしてね、やっぱりこの高温でパンと焼いてるからこのクラストが薄いんですよね。このクラストが薄いっていうのが非常に硬いと、そのなんていうかな、食感もあんまり良くないんですよね。ですが高温短時間でね、パンと焼くことによってこのクラストが薄くなって、この薄くなった食感、パリッとした食感プラス中のこのもっちり感を堪能できます。ですので非常に口当たりも良くて喉越しもいい食事パンですよね。だからシンプルがゆえに本当にこのどんな食材とも合わすことができる、どんな料理との相性も抜群なんですね。ぜひですね、皆さんも作ってほしいなと思います。ごちそうさまでした。いやー、上出来でした。本当にね、塩が入ってないのを忘れるぐらいこの旨味あふれるパンを作ることができます。ぜひね、作っていただいて、本当にね、お食事と合わせていただく、このまま食べていただいても美味しいし、オリーブオイルをつけても最高だと思います。ぜひですね、今晩のディナーブレッドにいかがでしょうか。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして私ですね、インスタグラムとツイッターやっておりますので、よろしければフォローよろしくお願いします。ダイレクトメッセージもお待ちしております。ではですね、また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバイ。